こんにちは、鍼灸整骨院清春です。今日やっていくのは腸経靭帯のストレッチをやっていきます。この腸経靭帯は腸経靭帯炎と言われる痛みであったり、他にも腸経靭帯の別名、別称なんですけど同じ意味合いを持つランナー膝、これらの痛みを楽にしていくストレッチになります。腸経靭帯炎とランナー膝というのは名前が違いますけど全く一緒の症状です。医学名的には腸経靭帯炎っていうのが正しいんですけども、ランナーの方、走る方などに多い症状なのでランナー膝という別称がついているような状態です。なのでこの動画の中では腸経靭帯炎という形でお話を通しますが、ランナー膝のことも兼ねて喋っていますのでぜひよろしくお願いいたします。なので腸経靭帯炎で痛いですよ、ランナー膝で痛いですよ、こういった方々はやっていただくことで痛みがとても楽になりますのでぜひやってみてください。それでは概要からいきます。腸経靭帯というのは太ももの外側にある靭帯になります。この靭帯をしっかりとストレッチしていく上で重要なことがあります。それは2つの筋肉をしっかりと緩めることです。実は腸経靭帯というのは筋肉とつながっています。そしてその筋肉が硬くなることによって腸経靭帯にかかる負担が増してしまって痛くなるという形になっていきます。ではその2つの筋肉は何なのかというと、1つが大臀筋、そして2つ目が大腿筋膜張筋。この2つの筋肉が腸経靭帯とつながっているためめちゃくちゃ重要な筋肉になります。今回はこの2つの筋肉をしっかり緩めることによって腸経靭帯を柔らかくしていくという内容でやっていきます。それでは早速ですけども大臀筋の緩め方1つ目からやっていきます。ではまず1つ目ですけど、足のクロスストレッチというものからやっていきます。やり方はですね、まずこのようにあぐらをかいてください。そしてまず最初に右膝の足の方を反対のですね足の方にこのような形で持っていってあげてください。こういった形ですね。そしてこの状態からこっちの膝を今みたいに曲げた状態でこのようにセットします。そしてこの状態からですね、体を左の方向にグッとねじってください。この時にこっちの膝をですねカシッとこういう形で持ってあげて、ちょっとロックするような形でお願いします。左をグーッと向いていきます。グーッとですね、そうするとですねお尻のちょうど左側のこの辺、この辺のところはグイッと伸びる形になっていきます。これは腸経靭帯と大臀筋が一緒に引き伸ばされるストレッチです。この状態を30秒ほどぐーっと行ってください。終わったらまた足を組み替えて、今度は左足を下の方にして右足をこのように組んであげる。そして今度右をぐーっと向いていきます。この時必ず手はロックをしてください。今の角度で伸ばすことによって腸経靭帯がしっかりと緩んでくれます。次2つ目ですね。2つ目も大臀筋を伸ばすやり方をいきます。抱え込みというやり方で大臀筋と腸経靭帯をしっかりと伸ばしていきます。まずこのように寝ていただいてですね、そしてこの状態から足をですね掴むんですけども、まず右足から伸ばしていきます。このつま先の部分をですね肘でこういう感じで囲むようにまず持ってください。そしてこのまま足の外側をグッとこのように持ちます。足がですね今僕こういう形で持っています。このつま先の部分を肘でグッと掴んでこうですね、そして足のこの辺外ぐるぶしのちょっと上の方をこうやって持ってください。そしてこの状態からですねこっちの膝ですね、この膝をご自身の方に向かってグーッと引き寄せていきます。こういった形ですね。見やすいようにちょっと反対側でもやります。このように肘で掴んで、そしてこのままご自身の方にグッと引きつけていく。こうするとですねお尻のこの辺のところがしっかり伸びる感覚があると思います。これで大臀筋と腸経靭帯がきれいに伸びています。だいたいこのストレッチも30秒ほどぐーっと行うようにしてください。それでは3つ目のやり方をいきます。3つ目は最後に大腿筋膜張筋自体をしっかりと伸ばしていくやり方でいきます。で3つ目なんですけど、この大腿筋膜張筋を伸ばすやり方っていうのはちょっと難しいです。で立った状態じゃないとずっとうまく伸ばせない場所になるので立った状態で説明をします。まず伸ばしたい方の足を後ろに引きます。まず右側を伸ばすので僕は右足を今後ろにしています。そしてこの状態のままですね左前に方向に向かって体をグーッと倒していきましょう。こういった形ですね。こうするとですね股関節のこの横の部分、この辺りのところがピンと伸びてくる感覚があると思います。これ今大腿筋膜張筋がグーッと伸びています。
このストレッチを30秒ほど行ってください。終わったらまた足を組み替えて反対の方も伸ばすような形でいきます。この3つ目のストレッチは角度などをしっかりと気をつけないと伸びないという形になってきます。なので必ず足の後ろにやったりとか、右斜め前の方に体を倒すとか、そういったことをしっかりと把握しながらやっていただけると幸いです。はい、いかがだったでしょうか。今回は大腿筋膜張筋の炎症、まただんだん膝の痛みを取っていくストレッチの方法を3つご紹介しました。ストレッチなんですけども、必ずですね、長径靭帯炎ランナー膝という形の症状が出ている方のみお願いします。長径靭帯炎ランナー膝っていうのは、走っていたいとか膝を曲げていたいとか、そういった形で膝の外側が痛む病態になります。このような形の症状の方のみ使ってください。また長径靭帯炎ランナー膝と似たような症状で外側半月板損傷というものがあります。これらには効果がありません。なので必ず病院で一旦診断を受けてからこのストレッチは行うようにしてください。半月板損傷で今回のストレッチをすると逆に悪化する危険性もあるので気をつけてください。またご質問等ありましたらコメント欄に書いていただければお答えするようにしております。よろしくお願いいたします。この動画がいいと思ったらチャンネル登録等もいただけると幸いです。それではここまで見ていただいてありがとうございました。